クラッキーなんともならん。あ、寒い。あ、寒。ていうか今シールド開けとったでしょ。うん。風がすごかったやろ。おはーっつって。今外気温何度よ。23。ああ、そうか。日本海だから寒いんだな。風の冷たさがあってことかな、うんうんうん、さて、始まりました。アフター SSTR2023。はい。はい、私のバイクは4速しか入りません。なぜか昨日壊れてしまって、ギアが壊れてギアチェンジができなくなって4速固定になりました。やばいね。1とか2じゃなかったのが幸いしたね。5、6でももう絶海以上だったんだけど、なんとか4で止まったんで、半下でなんとか発進もできるし、走行も100ぐらいだったら全然余裕でできるんで、高速オンリーで帰ります。なんか狙ってたかのようじゃん。本当だよ。このね、壊れ方もカメラが回ってて、ほぼゴール地点の千里浜の近くに来た時に発生して、そうだよね、道の駅のメルヘン親部ってところで発覚して、そんな感じ、ね、ギリギリで あれなんでで、これがさ、中途半端に伊良湖岬とかでなってもリタイアだったし、あ、確かに道中の途中でなってもリタイアだったんだけど、なぜかなぜか千里浜の目の前に来て、もう走れるんだったらパンクラでなんとか走行してえなってことで感想はしました。で、トライアンフに電話したらでっかい移動させてくださいって言ったんだけど、まあ、自走できるんだったら、安全運転で名古屋まで持っていきたいと思います。わかりました。はい、で、台車が用意できないんだったらそのまま自宅に持って帰ってでっかい移動してもらって、台車が用意できるんだったら、帰りにトライアンフに寄っていこうかなと思います。そんなとこでーす。アフター SSTR2023 は、はい、今までバイクで通ったことがない北陸道を、メインで帰っていきます。はい、お願いします。めちゃめちゃ景色がいいです。ただめちゃめちゃ寒いです。でも言うて23度よ。でも風が冷たいです。うん、でもトンネルの中よりかはまだマシよ。トンネルの中よりはマシです。うん、トンネルマジ寒かったもん昨日。トンネルはマジで寒かった。うん、いや、この景色は最高だよ。そうだね。うん、やっぱこの景色を見る価値はあるね。でも昨日よりちょっと波高いからやっぱ風強いかも。うん、昨日はね、ほんと良かった。最高だった。バイクが完璧だったら良かったのにな。ね、ほんとだよ。もうこれはね、僕がね、YouTube をやってるからかなのか、ネタを提供してもらったと言うしかないな。ありえないよ。おぉ、ありえんタイミングだしな。もうびっくりしたわ。びっくりだわ。ほんと。なんか SSTR のゼッケンつけた人がいっぱい走ってんだけどさ、この道走りに来たのかな、やっぱ。じゃないの？だよね。それかもう一回千里浜に行って走るの。あー、それはいるかもね。俺は4速式でしか走れないから、ゆっくりは走れんよね。あ、残念ながら次回です。もうリベンジ案件がまた増えたよ。リベンジ案件だよ。楽しめんことはなかったけど、やっぱかなり気を使って走ってたもんで、あの、半分くらいしか楽しめんかった。あんなとこで演奏してたからはい、ワンセン持ってかれる。あ、一応56回、1個もらったよ。あ、もらった。はい、じゃあ57。じゃあこうやってやらないか。ああやった。あ、やってくれた。おっしゃ、やるぜ、お前、俺も。いや。怖いわ、この風で。まあまあ、手持ってかれるって。手持ってかれる。うん。言うて一定することじゃないな。これはあなた、俺、くるこんじゃないですからね。うん、だから調整できるじゃん、あなたのやつ。調整してよ。調節しながらだけどさ、プラスにしたり減らしたり。忙しいわ。だけど昨日さ、ゴールの前でみんな手振ってくれてるじゃない、で、最初は別にそんなことなかったんだけどさ、ゴール直前になってめっちゃウルウルしてきて、もうやばい、涙が出るよと思って。女の人ってすぐ感動するよね。私も急だからびっくりしてた、自分でも。だって中学校とか小学校の卒業式で泣いてるじゃん。小学校の卒業式で泣いたって、みんな一緒の中学校行くやん。いや、だけどさ、やっぱり小学校の、ね、楽しい思い出とかある人はあるじゃないの。ほぼ9割公立だったからさ、学年が上がったような感じで中学になるだけやん。どうだ、思ったの。いや、だけどさ、他の学校というのは、ね、一緒になるわけじゃん。そうすると同じクラスになる可能性はまず減るし、別に同じクラスにならなくたって学校は一緒なんだからさ。
やー、だけど言うて会う確率はどんどん減ってくよ。いやー、四速オートマ困ったね。こんなトラブルもあるんだなってびっくりした。昨日は約12時間ぐらいかけて来たからのトラブルっていうのもあるんじゃないの。ほんとよかった、最後の最後で、ね、だけどその道の駅で止まってる時もさ、うん、走れるかどうか迷っとったじゃん。いや迷ったよ、ほんとに、うん、ほんと迷った。だった迷うよ、こりゃ。うわ、読んで固定されたってことはさ、どうしようかなってさ。で、スタッフも走れんかもしれん。どうしよう。ここでリタイアとか言って、そういうところまで。もうあそこでリタイアしたらもう泣くに泣けんよ、マジで。ねえ、うん、もうマジかじゃん。目の前じゃん。そうだよ。最悪だよ。ここでリタイアはありえんだろ。確かに。まあ、維持で行きましたね。まあ、私はとりあえずクルコン使って帰れるんだったらまだマシや。親指がマジ痛くて、昨日は。今大丈夫かな、今、うん、昨日よりかはちょっとケアしたんで多少落ち着いたけど、ビリビリとは収まってないよ。なるほど。もう指先がしびれててさ、それはテンション下がるわな。もう本当だだ下がりになってしまって、本当最後の方だってさ、もう全く無言だもん。もうとりあえずこかさないように乾燥するのみっていうことだけだったから、ずっと無言だったもんな。最後の方なんか見てだらけ切っとったもんな。道の駅とかサービスエリアとかでだらーってしてさ、全然誰も動こうとしてんだもん。笑っちゃったわ俺、うん、まあみんなそうなるよ。みんな屈伸運動しとかからないでしょ、けんの、うん。えー、あ、後半は皆さん一緒だよ。来年来るときはね、ポイント減らそうか。うん、だって今回34でしょ。34はやばい、めっちゃ取ったよ。私ほんとやばかったもん。ママの場合は出し入れが大変なんだ。あ、出し入れもそうかもしれんけどさ、ハ、うん、ンクラの状態が増えるじゃん。下道を通る以降多分で負担が来るんだって。なるほど。茶色いのすごいね。雪降るじゃん。で、地下水を撒いてると思うんだわ。その地下水の鉄分がさ、こうなっちゃってる。最初見たとき、なんで？パイプみたいなのついとるやん。見える？わかんなかった。あそこ、あのパイプから水が出てんだよ、融雪。さあ、あとはひたすら高速です。はーい、3時間半。多分そんなかかんないと思うけどね。多分そんな。でも途中で休んだりはするでしょ。うん、まあ、無事に帰れること。まあ無事に帰らないか。結構 SSTR のゼッケンつけてるやつが走ってんな。うん、走っとる。金沢観光ですかね。こっちの方のホテルに泊まってる人かもしれんね。あー、なるほど。全然なかったから、千里浜の辺は。確かに、うん、あ、もう一回砂浜をあれかな、その、そう、もう一回砂浜を見て帰るな、うん、あ、合流、合流あるよ、合流。はーい。茶色い系の前に、はい、前じゃねえ、後ろ、後ろ、うん、アーターズ反対。もう前後、もう早速出た。もう早速出たよ。左右網に対して前後網。前後まで。そう。本当にそのうちいろんなものを反対に言うんじゃないかって思うんだけど。もういろんなもの反対言ってるよ。まあ昨日散々やってくれたよね、うん。まあ始まりはゴルフなんだよね。スライスをドローって言ったり。多分女性ライダーだよ、この人。なんで？多分なんとなく。ちゃうかな。わかんないけど。SSTR。あ、女性ライダーやろ。うん。見てるかな。わからん。やってくれた。やってくれたよ。お、前は男の人っぽい。前は男。あ、もしもし。ですけども、おはようございます。昨日電話したんですけど、トライアーフのボンネビル T120 が4速しか入らなくなっちゃってっていう話をしたと思うんですけど、ちょっと無理やり4速で走って高速で帰ってきてるんですけど、もし台車とかが用意できるんであるならば、もうそのまま今日帰りにトライアーフさんに寄って置いていこうかなと思うんですけど、じゃあその僕はもう一回家まで帰れるから、家にレッカー呼んでそのまま持ってってって言ってもいい？わかりました。あ、大丈夫ですか？え、大丈夫はない。え、バイクで転んじゃったの？無直事故って大丈夫なんですか？タイガーで行くって言っとったじゃん、うん、で前日にタイガーが入って鳴らし運転してる時に事故ったんだって。タイガーボロボロになっちゃった。別に命は全問題ないです。やばくない？マジかよと思って。この辺小麦畑がいっぱいあるんだね。おお、いいね。緑とはまた違って、おう、黄金色、綺麗。多分近辺で 小麦畑ってあんまないよね。あんま見ないな、小麦畑。なんだろうね、小麦ってあれかな、輸入小麦ばっかなんかな、今。わかんないけど。あのバイクやばいな。ウインカー出さずに入ってる。耳元積みすぎじゃない、ちょっとあれ。そうだね。うん、あ、左斜め小麦畑いっぱいだよ。わー、きれいきれい。
色あれじゃない、おー青き衣をまといて、これ何年、何だったっけ、ナウシカだっけ、ナウシカ、うん、なるほど、うん、あんまりセリフとか覚えてないんだけど、あ、ほんと、うん、俺もそこしか知らんけど、なるほど、でもだいぶ女の人参加者増えたんだってね、旅館のおかみさんが言ってたよ、あ、そうなんだ、昨日旅館にもおったじゃん、女の人が何人か、いたいた、ね、しかも俺ら最終日で泊まったというね、もう店を閉めてしまう俺らが最後のお客さんっていう、あ、しまった、あそこの民宿のホテルの写真撮ってくの忘れた、あ、GoPro でしか撮れてない、あら、じゃあ GoPro を買って、いやーでも GoPro はな 4K で撮ってないからな、あんまり綺麗に撮れてないな、もう疲れ果てててさ、そんな余裕なかったからな、もうはっきり言って朝撮ればよかったね、全然気づかなかった、やっぱそんだけお客さん少ないのかな、まあやっぱあれじゃない、来ないんじゃない、この関係もあったし、なかなかわざわざ泊まりで来る人も少ないんじゃないの、朝飯も夕飯もついてて美味しかったけど、まあやっぱ高いじゃん、ああいう民宿でも、ね、だったら素泊まりでもっと安いとこ泊まっちゃうんじゃない、みんなコンビニさえあればな、そうそう、コンビニさえあれば何でも揃うからさ、この辺は空がだいぶ綺麗だよ、うん、本当だ、もう青々としてるね、いいね、いやー本当明日からずっと雨だもんでさ、本当助かるわ、天気のいい時に来れた、本当よかった、なんか快適すぎて言葉が出ない、景色も特に大きく変わるわけでもないし、だけどなんかすげえ気持ちがいいもんでさ、まっすぐに近いじゃん、ゆるーくカーブしてるぐらいで、バイクがめっちゃおる、ガソリンスタンド行かないかんから、俺あれだ、一回向こうに戻らないか、さてガソリンを入れていくか、また200円、どうだろう、やだな200円、出るだっけ、ネタだな200円なんて、さあガソリンスタンドまで行きますか、ちょうど前が開けた、定価198円、わーお、前のところ2円安いけど、うん、今9リットル入って200キロ、9リットルで200キロ、20キロぐらいか、うん、20キロ、ママが9リットルだと俺が10リッターぐらいだからさ、めっちゃ燃費悪いな、やっぱ、まあ、しゃあないな、あーありがとうございます、はい、やっぱ燃費悪いな4速で走ると、まあ楽しかったやん、なんだかんだ言って、まあね、うわめっちゃここいい、うわめっちゃいい、ここめっちゃいい、高速のワインディング、高速のワインディングのめっちゃいいめっちゃいい、何これ何これめっちゃええいやたまらんこの道、めっちゃええやん、おーめっちゃええぜこの景色、最高だぞ、ね、最高じゃない、ちょっと怖いっすよ、ちょっと怖いですか、怖いです、見れんかった、なんでこの素晴らしい景色が見れないってもったいないですあなた、いやー高所恐怖者にとってはちょっと厳しいな、もったいない、気をつけてよ、よそ見ばっかし取って、はいはい、ちょっとママの気持ちが分かってきた、何が、俺もさ4速で走るとちょっと振動がでかいもんでさママのバイクほどじゃないけど、やっぱビリビリ君発生、ああビリビリ君発生、だからなんか頻繁にブラブラしてんなと、そうそう、だいぶしんどい、なんか渋滞情報が書いてあるな、工事渋滞のことでしょう、いやーマジかよ、9キロ90分で、90分もかかんの、マジで、マジか、流れてんだろうか、多分超ゆっくりなスピードだよね、いやーしんどいなそれは、やだな、いやでも下道もな、下道か、いやでもこのバイクで下道かしんどいな、それもちょっと厳しいね、かといって渋滞もしんどいしな、渋滞になるぐらいだったら下道の方がいい、どこからだったっけ、岐阜羽島ってなって、うん、岐阜羽島から一宮、岐阜羽島からか、いやバイクが元気だったら絶対降りるんだけどな、あと8キロ、はい、悩みますね、9キロ90分か、マジでシャレにならんな、バッテリーが死んどるな、多分、うん、セルを回す電力がない、バッテリーが死ぬ前にバッテリー変えた方がいい、ああ帰るか、大渋滞に巻き込まれないようにしないか、入ったよ、はい、あ、新幹線、お、新幹線だ、あ、またなんか虫が当たった、もう嫌だね、本当に、あれ聞こえてない、あ、またインカムが死んだな、大丈夫つながった、あ、今つながった、あれなんで一緒に切れた、お、一緒に切れた、やだ、新幹線が来たって言ったの、新幹線が来たは聞こえた、その後に俺が、うん、あの なんか行った時にさ、返事がなかったもんで、うん、あ、切れたなと思って、本当になんか不具合が多いな、さっきめっちゃスピード出してバイク走ってったね、うん、あ、走ってった、多分あれ100してる、めっちゃガチやん、ガチガチ、だってもう見えなくなっちゃったじゃん、一瞬にして、
だってあのレーサー仕様のつなぎかなんか着とったんでね、うん、まあこの北陸道は気持ちがいいのは分かる、確かに気持ちがいい、めちゃくちゃ、まあね、うん、音もやばかったもんね、ピャーンパーンって、うん、なんかちょっと違うなパーンパパーン、いやそれはあれじゃない、ちょっと暴走族系のバイクのやパーンかな、うん、そんな感じか、そっちの方が近いわ、なるほど、さあ名神に行きます、はい、おい左ですね、あ名神名古屋、ここは出口だよな、出口だね、もうちょい先、700メートルって書いてあったから、さあ名古屋に行きます、はい、あトラクションが効かん、怖い怖い怖いな、カーブ、そうだね、クラッチを完全に切らないように走るのがめっちゃむずい、いやこっちの道めっちゃ久しぶりに通るわ俺、新名神ができる前だね、何年ぶりってこと、もう10年以上じゃない、意外と車少ないよね、みんな新名神に行っちゃうからな、工事渋滞9キロ、70分は変わらずか、諦めて下道に降りよう、スマートインター入るからね、アンパチインターだったかな、わー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 、いいじゃん、これ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 、ほら、すごい、これいいぞこれ、わーまっすぐ、これ最高、これいいな、これ開けてるやん、最高だなこれ、なんか知らない車だって誰なんだろう、わかんない、なんだろう、あれコルベットかな、コルベットっぽいな、なるほど、俺が高校の時ガソリンスタンドでアルバイトしてて、あこの車めっちゃ欲しいって思ったのがコルベットやった、あそうなんだ、やっぱりかっこいいよね、ただあまりにも高くて、うん、夢は夢だった、めちゃめちゃ高いよね、今でも欲しいんだけどね、コルベットは変えたら、今大掛けすぎたから次だね、わかった、アンパチ、はいはい、暴走族みたいな走り方してるよ、ブン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 、じゃあ行くよ、はい、ラウンドアバウトなんかこんなとこ作りやがって、譲れ、まあラウンドアバウトが確か優先だったからな、うん、また俺がこのトラクションが効かんときに、確かにこの影響はきついな、きついよ4速、うん、四速発進はやばいやばい、あーボボ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 ボまだまだ来年度のために、来年のためって別に今日やらんでもいいじゃんこの道路はこの道路でバイク出しると気持ちいいな、でも風の影響を受けるやん、風の影響は受けるけど気持ちはいいやん、そんな風行ったらどこも走れんね、あなた、いやそうだけどさ、なんかこのさ鉄塔がゴジラみたいなんだけど、気のせい、鉄塔こんな風に、これゴジラ、ほら、まあ、まあそんな風にやる、あの美人子とかに見える、なるほど、まあ車の量多いね、うん、まあいつものことよ、ここはこんなに多かったんだ、うん、昔これ誰も使わなかったのにね、そうだよね、一気に増えた、新東名と新名神とつながれば多くなるよね、降ります降ります降ります、はーい、降ります降ります、なんだよこいつらも降りるのかよ、降りんでいいぞお前らは、乗ってけそのままほら降りるんじゃない、邪魔だ邪魔だ、どけどけどけよってなんかあったよね、それはね、何だったかな、どけよ引くぞ殺すぞだ思い出しました、どけよ引くぞ殺すぞブーだよそうそう思い出した思い出した、知っとるこれ名鉄のファンファーレやん、うん、そうそう、ファンファーレなのかなんか知らんけど、もうちょっとこっち行きたいんだけど、行かしてくれるか、このクラッチを切って滑走する感覚がすっげえ気持ち悪いんだけどなんかこれブンブン吹かしながらさ走っとると思うんで、なんだこいつだと思うような知らんやつが聞いてな、いやボボボボボボとは言うけど、そこまで吹かしてるようにはきっと、あ本当。止まるな止まるな、 ETC 専用レーンなんだから止まるんじゃない、止まるんじゃない、止まるんじゃない、警察がいた、なんで警察がいるんだろう、うん、何をしてるんだろう、あシートベルト、シートベルトなの、そうなの、あそれかスピード違反か、うん、うん、そうそう、大丈夫だ捕まらんかった、
ヘルメットに虫がついてて視界不良とか言って捕まるんじゃない？そんな聞いたことないよ。もうすぐアグイですわ。はい、左入っとこうか。はい、もう入るよ、左じゃ。はい。いやー、やっと帰ってきたぜ、四速の鬼で、うん、ここまで来たね。四速オンリーで何キロ走った？300キロぐらい走ったぜ、俺。あ、走っとるね。あ、怖い怖い、あ、怖い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 。スピードもうちょっと落としたらいいじゃん。いや、もうクラッチ切れんかった。切ったら危ないって。クラッチ切ったら危ないでしょ。だから切れんかったもんね。もう倒し込んで、倒し込んで。スピードもうちょっと落とす。あー、怖かった。あー、怖かったってダメだな。スピード出しすぎだぞ、バカ者。バカモン。バカモン。ポイン戦車で上がってく？通り道にあるけど。じゃあ、そうする？上がってくか。さすがにやばいだろ。もうちょっと。